宮下一郎農林水産大臣が釧路を訪問し、中国による日本産水産物の禁輸に対する影響や補償などについて漁業関係者と意見交換しました。どうも、北海道の釧路の土屋です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。釧路を訪れた宮下農水大臣は今朝、中国による水産物の禁輸で影響を受けているホタテの漁業関係者らと意見交換を行いました。輸出も含めて、から国内消費も含めてですね、消費の拡大をしていくことが重要だなというのを感じました。宮下農水大臣はその後、釧路水産センターを視察し、釧路市の海老名博也市長から近海の水産物の状況について説明を受けました。宮下農水大臣は午後、厚岸町で行われる全国豊かな海づくり大会に出席します。